具体的に個人で稼ぐためにどんな力が必要なのっていうのは皆さん知りたいところですよね。成果出てる？なぜ出てないかっていうと、今日なんですけど、自己紹介動画からの、1本目っていうことで、具体的に稼ぐためにどんな力が必要なのかなっていうのを思ったので、ちょっとそれに喋ってほしいなと思うんですけど。確かに具体的に個人で稼ぐためにどんな力が必要なのっていうのは皆さん知りたいところですよね。結論から言うのが好きなんですけど、決断力が必要だから、決断力を高めようねっていう話をしたいと思います。さあ、皆さんはどう決断力あるかってとこ、このチャンネルを見てくれてる方はもう個人で月1万から3万まずね稼ぐ力をねつけたいなと思ってる方たちだと思うので、そんな方たちどうです？成果出てる？なぜ出てないかっていうと、決めてないからなんだよね。だからまず今日はですね、この決断力を高める方法、これね3ステップで教えちゃおうかなと思うんで、まずどんな力がいりますかとか、どんなスキルがいりますかなんていう前に、決断力って何だろうって話ですよね。決断力って実はこの字の通りなんですけど、決めるにこれ断るってことなんですよね。だからね、実はねすげえ大事なポイントがあって、まずねやめることを決めるってことなんですよ。タンクさん、もうやめたいなと思ってることなんてありますか？僕は掃除が大嫌いです掃除ね。じゃあその掃除を例えばしなかったとしたらどうなる？もう汚くてしょうがないですね。汚くてしょうがないね、はい、そしたらどうしよう、でも掃除はやめたい、タンクさんどうする？人に頼むか、ルンバとかで買おうかなっていう感じですね。いいですね。人にお願いする、もしくはルンバ。そうすると何が起きるかというと、お願いしたら当然だけど家政婦さんとかね、そういう方にお願いするんだとするならばお金払うよね。ルンバを買うんだったらルンバ買うのにお金かかるじゃんか。つまりそこで実はビジネス、お金のやり取りだよね。いわゆるちょっと硬い言い方すると、ね、ニーズって言ってね、欲しいというものとニーズに対して商品、コンテンツとか商品っていうけど、その商品がこうやって合わさった時にそこでお金のやり取りが発生することをビジネスなんていうして言うじゃん。めっちゃ腹減ったわーっていう時にマクドナルド、マック食べたいな、ポテト食べたいな、コーラ飲みたいなって言ったらそこでビジネスが成立するっていうことね。だからタンクさんの中では、ああもう掃除なんかするの嫌だなと思った時にそれでもやるっていう方法もある。だけどそれをやらないといったその瞬間にビジネスっていうものが始まってくるわけで、まあ今日はねビジネスの前にそもそもだから決断をしていかないと何にも始まんないよってことだから、まずやるときにはやめることを決めてください。なので今日はですね、決断力を高めるためにいろんなことを決めていくっていうことをやりたいと思います。じゃあやめること、掃除やめたとしましょう。あとなんかこれやめたいなってことありますか？これみんなもね考えてね、自分の中で何これやめた方がいいかなということを考えてほしいわけ。皿洗いです。皿洗い、もうこの掃除系だよね、だからねそういうのはね、だから、タンクさんにとってはもう苦手なことなわけね、そうですね。そう、逆にじゃあタンクさんにとって好きなことって何？僕運動と動画作ってるのと楽しいですね、運動したり動画作ったり、でそれってお金になりそう？運動してお金になる？運動はちょっと僕厳しいです。運動はね。じゃあ動画編集してお金になる？まあ頑張ればなるかなと思いますね。なるねっていう、っていうところで、まず自分のやりたいこと、これも知っていく必要がある。でも何よりもこれはもうやめたいんだっていうことを決めてほしいってことだ。やめるかやめないかは別でいいよ。まず決めるってこと、これはもうやめるんだっていう、これを決断っていうふうにしているわけね。断るっていうね、立つとも言うねっていうのを決めちゃうってこと。じゃあやめることを決めました。じゃあ次ですよ、次決めることがあります。まだ例えば掃除やめたと決めたとしてもまだ何もしてません。つまりだってやめたってことは何もしないってだけだから何もしてないですよ。ここからですよ、期限を決めてね。じゃあ例えばいつまでにやめましょう？半年後にはもう全く掃除をしない自分になってますいいね、全く俺はもう掃除しねえと決めるわけですよね。そうすると掃除を半年後やめると決めたならば、例えば1月1日だとしたら半年後は7月1日ですよ。そこまでに僕はもう掃除をやらないんだと決めたら、その次も決めていく必要があるわけですよ。
ケジュールを決めるってこと。つまり掃除やらない、じゃあ掃除を完全にやらなくする期限を決めた。そしたらそこまでに何をするかっていうのを決めていく。この3ステップ、やめることを決め、期限を決めて、スケジュールを決めるっていうのが大事なわけ。例えばじゃあ掃除をやめる、半年後までにやめると決めたら、どんなスケジュールが必要になると思う？まず半年後に人に頼むだけのお金を自分が持ってないといけないなって思います。確かに人にねお願いするためにはねお金が必要になるよね。もしかしたらその家政婦さん的なサービスがあるかもしれないしね、まあ、そんな感じで、そうするとやることっていうのが見えてくるのいくつか、例えばお金を稼ぐ、いくら稼げばいいのかとかね、あと他に何かやることありますか、こうやって考えるわけで、これは今決断力を高める3ステップと言ってるけど、やめること、これ以外にもいっぱいあるわけね。例えばあなたが会社を辞めたいって決めたでしょ、すごい大きな話でね。会社辞めたいと思ったらさあ期限決めればいいよね。例えば5年、じゃあ5年間って言ったら5年間に対してスケジュールを決めていく。ただね、僕おすすめは5年って長いよっていう、結構先だなと思うからダラダラしちゃうので、例えばもうちょっと手前側で1年でここまでする、会社を辞めるっていうものが例えば5年後でもいい、でもその手前側に1年間で何するんだっていう期限、1年間だけだったら例えば副業で5万稼げるようにするっていう期限を決めちゃうわけ。そして5万稼ぐためには何をすればいいかっていうものを出していこうよってこと。その中にはこのビジネス小学校を、毎回見るっていう、だったら毎回見る時間もでスケジュールに入れちゃうわけ。この時間に、ちなみに今はね週3日、更新していこうというふうにして今考えているので、それもスケジュールに入れちゃうのよ。多くの人はスケジュールに入れないの。だから Google カレンダーとか紙のね手帳でもいいんだけど、必ず入れてほしいのよスケジュールに。例えば今日これタンクさんとスケジュールに入ってるよね、この YouTube を撮影する日って。そうですね、スケジュールに入ってるから、タンクさんもトヨタのスクールがあるんだけど、楽読トヨタ鴨頭スクールに9時に来てるわけで、俺もスケジュールに入ってるから9時に来てるわけ。ポイントは人を巻き込むってこと。ちなみに今決断力の話とちょっとそれるんだけど、たった一人で決めたことを実行するのってサボっちゃうじゃん。一人だけだったらサボるんですよ。仲間がいればサボりづらいわけ。少なくとも僕はね、今日スケジュールで9時から9時までタンクさんと YouTube の撮影っていう、そういうスケジュール入れてるわけね。だからそれ以外のことはしないの。もちろん途中で合間で予定を見たり、それこそ返信したり、生徒さんから の質問に答えたりということはするよ。だけどここにもう来てるんだからやるしかないじゃん。いやでもなかなか友達がいなくってとか、ね、巻き込む人がいなくって、だったら一人でやるしかない。でもそれも一人でやると決めて、一人じゃ厳しいなと思ったら仲間を決めて、この人と一緒にやるって決めて誘ってごらんよ。そしたら、あ、俺も実は会社辞めようと思ってたとか、自分も今副業に興味があったんだとか、そうやってもしかしたらそういう仲間ができるかもしれないじゃん。それでじゃあ毎週のこの時間に一緒にやろうとか、リアルで集まれなくてもじゃあ Zoom で一緒に同じ時間作業しようとか、そういう風な時間を持てると思うわけ。だから皆さんは何かやるんだっていう時にやることを決めようとするわけ。違う、まずやめること、手放すことを先に決めておくと、そっからじゃあいつまでにそれ手放そうか、そのために何をやろうかっていう順番になってくるよっていうことなわけよ。だからタンクさんも掃除をもうしたくないんだと、俺は掃除しないと、やめるって言ったらじゃあいつまでにやめましょうかってなってくるし、会社を辞めるんだって言ったらじゃあいつまでにやめようかって決めていくわけだし、月1万から3万円稼ぎたいなと思うんだったら、まずこのチャンネルを見続けると決めてください。見続けるためには、例えば TikTok を見る時間を30分やめるとか、そうやってやめることを決めて、月1万から3万稼ぐ、いつまでに稼ぐかを決めてください。3年とか5年とかいっちゃいますよ。いいけど、長くてもいいんだけど、だけどなるべくその1年とか半年とか3ヶ月とか1ヶ月とか、そういう細かい期限を決めてほしい。そうすることによってスケジュールを組みやすくなるから、もうなんかさ、いつか北海道に行きたいなとか、いつかハワイに行きたいなって言っても、結局ずっと行きたい行きたいで終わるじゃん。じゃなくて北海道に来年の3月行くって決めると、いくらいるのかなとか、じゃあいつ頃にチケット取ろうかなとか、ルルブ見ようかなとか、ルルブどこで買おうかなとか、いろいろ行動が決まってくるじゃん。
だからまず何よりも最優先しなければいけないのは決断すること。決断というものはやることを決める、それもそうなんだけど、それ以上に決断、立つことを決める、これを意識してほしいなというふうにして思ってるよということ。なので今日ね、まとめとして、一言です。決めろってこと。だから稼ぐと思ったら稼ぐと決めてください。で、僕はそれにふさわしい情報をバンバンアップしていくので、もう見ると決めてください。見ると決めれば絶対にその時間を確保して、確保するためには時間は有限だから、その有限の時間をダラダラ過ごしてる時間ちょっとでいいから、それを勉強のに回そう。日本人はなんだっけ、もう一日の勉強時間、もう何、社会人の勉強時間は1日6分だったっけ。それぐらいみんな勉強全然してないわけ。でもこうやって YouTube をここで見ている、この時間までずっと僕のこのチャンネルを見てるって方は学ぼうという気持ちがあるし、もうそもそもほれ6分超えてるから絶対ぜひですね、これからも見続けることによって稼ぐ力というもの、これが養われていくから、とにかく決める、これをですね意識してほしいなと思います。ちょっと今気になったんですけど、例えば会社を辞めるって決めた時あるじゃないですか、はいはいはい、それって結構リスクがあるっていうか、会社を辞めるって決めるのが怖いんですけど、スケジュール通りに行けばいいですけど、確かに怖いって感じるのは当然なんです、なぜなら会社に所属していれば、まあ、ある意味安心安全、30年50年安心かは分かんないけども、とりあえず数年ぐらいは良さそうだっていうのはあるじゃん。その怖いなーって出てくるものって何かというと、ちょっと専門用語であれだけど、クリエイティブアボイダンスって言って、自然とね言い訳が出てくるようになるんですよ。つまり、よっしゃ俺は北海道行くぞって言ったとするじゃん。そうすると、でも北海道ってなんか寒そうだし、結構お金もかかるし、なんか危ないよねとか。そりゃそうだよ、この近く近場にいれば安心安全だよね、変わらない日常を送れる。だけども何か遠くに行ったりしたら危険だなって思うのと一緒、実は人間って無意識に日常生活の外に出ようとすると、ね、言い訳が出てくるようになってるんです。現状の中でいたいっていうのは、実は本能レベルで入っているホメオスタシスっていう恒常性維持っていうね、そういう機能なわけで、皆さんこれをね知っといた方がいい。つまり自分が怖いなって思うのは、あ、これホメオスタシスが現状の中のままでいろよって言ってるんだなって気づいてほしいの。そして、でもな、会社員でいたら、まあ、安心安全だよね、これ外に出ようとする時の言い訳、クリエイティブアボイダンスだなって気づいてほしいわけ。そういうふうにして気づけるかどうかによって前に進んでいくかどうかを決めれるわけね。いち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 出てくるのよ、言い訳は。動こうとしない言い訳が、安心安全でいたい言い訳が、それは自然なの、本能だから。だけどそこから飛び出した先にしか大きな成果はないよってことなわけよ。だから皆さんに伝えていきたいっていうのは、あ、なんか言い訳出てきたなって思ったら、それに気づいてねってこと。 OK です。怖いな、もう OK。 リスクはね、危険じゃないよ、リスクっていうのはね、先が見えないことだから。先が見えなかったら怖い、そりゃそうだ、そりゃそうだけど、いつまでもずっとその先が見えないことによって、ね、怖いな怖いなって言って見える範囲だけでいたら、どう、その人生ってものすごく近場で、ものすごく安心でかもしれない。でも重いですかって感じ。僕は人生はゲームだと思ってます。ドラクエ好きだったんで、僕人生ドラクエだと思ってるんで、皆さんもどんどん敵は確かに強くなってくるかもしれない、いいですよ、もう初めのお城から出たらスライムしかいなくて弱い敵ばっか倒してても、どうそのゲーム面白いかって話。どん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 外に出てって強い敵も出てくる、時にはブシュッてやられて死んじゃうかもしれないけど大丈夫、そんなに簡単に人間死なないから。だからどんどんですね、自分のリスク、先の見えないことに対して、怖いなっていう気持ちに気づいて、でもいきなり辞めちゃうのは危ないじゃん、それはもういきなりラスボスのとこに行くようなもんだから、そうじゃなくてしっかり準備していきましょう、その準備のための情報を僕はどんどん送っていくからねっていうのがこのチャンネルになってるよと。なんかこうやって喋ってると、確かになと思うこともあると思うんだけども、この動画を見ただけではそのリスクとか不安っていうのはかき消すことはできません。だからこそ、宿題がありますよと。今回宿題ダダンとコメント欄に今日の授業を受けた感想や、ね、ご意見、これ書いてくださいと。ちなみにアンチコメント別にいりません僕
建設的な。あ、そう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 、うん、質問とかね、今後こういうことも知りたいですとか、ここの部分が勉強になりましたとか、これからこういうことを決めていきたいと思います、そういう意見たくさん欲しいなと思っております。ラスト、これチャンネル登録してない人はですね、ぜひぜひチャンネル登録してもらって、次回からも楽しみに見てもらえるといいなと思っております。生きる力は稼ぐ力、ドラゴン先生でした。ありがとうございました。またねー。